新型コロナウイルスの医療体制が逼迫する中で、政府と東京都はお台場地区にある船の科学館の周辺に中等症の患者最大1000人を受け入れる医療施設を設置する方針を固めました。新型コロナ特措法に基づく臨時の施設で、都では初めての事例となります。政府と都は用地を提供する日本財団の協力を得て、最大1000人を受け入れる軽症者向けの宿泊施設を整備する予定でした。政府関係者によりますと、この方針を切り替えて医療体制を拡充し、人工呼吸器が必要な重症には至っていない、入院が必要な中等症の患者を24時間体制で受け入れます。軽症者を宿泊施設での療養に切り替える中で、中等症患者の病床不足に対応する狙いがあります。